ここに派遣されている派遣労働者、あるいは薄手織労働者、機関従業員、そういった時給で働いている人たちが無給での休業を余儀なくされるといった事態が多発しています。今後生産活動が低下してきますと、解雇、雇い止めといった厳しい事態にも遭遇しなければいけないというふうに思っています。けれどそういった時こそ、こうした一人一人が加盟でき、そして一人一人を大切にする、助け合う、そういうユニオンの存在がますます必要になってくるんじゃないかというふうに思っています。本日はこの定期大会の後半で東北地方の仲間に対するカンパ、募金活動なども行います。ぜひ皆さんのご協力をお願いします。みんなで助け合って、そして支え合って、強く優しい地域労組の建設に向けて大きな一歩を踏み出す大会にしたいと思っています。皆さんのご協力をよろしくお願いします。